今日は、5月の1日です。シーサガンの地前の様子をお伝えします。石の田、田んぼ、稲穂で揃ってます。頼もしいですね。もう一月近くする、少しすると、稲刈り体験、もうそろそろ実り色に変わる頃です。石の田の後ろ、ここは、上の池、また水源が咲きました。ちょっと隠してみましょう。ちょっとピントがボテるかも分かりません。こんな水源、この、8月になってずっと次から次に咲き、まあこれで4本目、5本目ぐらいですかね。少し、田んぼの周りに回ってみましょうか。あぜの黒ごま大きくなってますよ。そろそろ黒ごまの鞘が出てきてもいいんですが、今年はまだだめですね。まだ、2回目の花が咲いています。下の池行きます。名古屋の味噌吐き、すっかり寂しくなりましたが、下の池変わって柿、毎回お伝えしていますが、柿もたくさん鈴なり、今年は豊作年のようですね。はい、ここにはどんぐり見えますかな。昨日味覚がだん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 増えてきましたよ。田んぼの様子、もう一つの秋の味覚は、下の池の周りのザクロ、この通りです。今年は美味しく、ちょっと酸っぱいが食べられそうですよ。これが8、5月の1日、小さな自然の様子でした。